皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、先日2020年上半期のベストコスメの、動画を出させていただいたんですけども、それのお洋服バージョンをやっていこうかなと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。で、上半期とは言っても、ちょっと今回は、まあ、春夏のアイテムをメインに選びました。なので、まあ、これからでも全然使えるものとかも、紹介するものあると思いますので、まあ、いろいろ良かった点とかも紹介していくので、少しでも参考になれたらいいかなと思います。で、ちょっと先に言っておくと、今回は、全部が全部ちょっと着用は、あまりにも時間が多分長くなるかなと思うので、しないので、お写真は出しておくので、ちょっとそこはご了承ください。ではまず一つ目のアイテムがこちら、ビューティフルピープルのバッグです。まあ、タイプは全然違うんですけど、どちらともすごく使えたということで、ちょっともう一緒に一つ目はもう入れました。まあ、まずね、そもそもビューティフルピープルで結構シンプルなデザインのものが多いかなと思うんですけども、私が選んだのはこの黒なんですけど、まあ、まずこの黒ですごいこうシンプルなので、いろんなお洋服に合わせやすかったっていうのが、まあ買ってよかったなって思う大きな一つのポイントですね。まずこっちから紹介すると、このタイプはすごいね、定番というか、ビューティフルピープルのバッグっていう感じの印象がすごいあるかなと思うんですけど、まあ透明のものがある中、私はこれスティディオスとのコラボのもので、そちらのデザインを選んでます。まあ、ポケットとかがこういろいろついているわけではないんですけど、サイズ感がほんとちょうど良かった。まあ割とね、上半期はお外にこういろいろ出かけるっていうことは去年までと比べると、ほとんどなかったですし、でもちょっとお外に出なきゃいけない、スーパーだったりね、用があって、薬局に行ったりとか病院に行ったりだとかしなきゃいけなかったっていう時とかは、正直そんなに大きいバッグは、必要なかったんです。お洋服とかもきれいめな感じっていうよりは、デニム T シャツとかね、スウェットにもスラックスとか結構カジュアルな服装が多かった中で、そう、これがこうバランスよく使えて、そうで手にこれ持つことできて、ショルダーにもなるしっていうのがすごいやっぱ良かったですね。でもう一個がこのタイプ、これね、大きめのトートバッグもあるんですけど、まあ私はこのショルダーのタイプを選びました。これもね、いろんなカラーがあるかな。同じく内にはポケットはついてないんですけど、外にポケットがついてます。まあ使い方は一緒ですね。これもやっぱちょっとお外に出る時とか、にすごくバランスが取れる。でこっちはこういうちょっときれいめな感じといいますかのお洋服にも割と相性が良かったですね。本当に必要最低限のものだけが入るサイズ感だったので、これは買って良かったなと思えているバッグです。続いて2つ目ですね、こちらユニクロの、タンクトップです。私はこのオレンジベージュっぽい感じのカラーとグレー2枚持っているんですけども、これねすごいいいですね。お値段1000円なんですけど、いろいろ使えます。去年の買ってよかったアイテムの動画の時にも紹介してるし、結構いろんな動画でも言ってるんですけど、今着ているこのキャミソールですね、GU のウルトラコットンキャミソールだったかな、はすごく使えてて、基本的にそればっかり着ることが多いんですけど、シースルーのシャツを着たりとか、まあカーディガンをさらっと1枚で羽織ったりとかするコーディネートの時とかは、さすがにキャミソールだと別に変ではないんだけどどうかなみたいなのがありまして、そう、そんな時に使えたのがこのユニクロのタンクトップでした。色がねすごい豊富なんです。まあ個人的にやっぱりこのグレーとこのオレンジっぽい感じの色がすごく良かったなと思っているんですけど、生地が結構ちゃんとしっかりしていますし、こう細くなってたり太くなってたりっていうデザインがあんまりこうインナー感がなく、ちゃんとこうトップスっていう感覚で使えるのがすごく気に入っています。春でもすごい使えたし、夏場だったらもうシンプルにこれ1枚とデニム履いたりだとかっていう感じでも今後、いっぱい使えそうだなと思って、私も他の色も買い足したいなと今後思って
いるくらいですね。結構ね、そう着てますし、たくさんもちろん洗っているんですけど、色がこう薄くなっちゃったりとかビヨンと伸びちゃったりってこともなく、はい、すごく使えております。続いてもね、ちょっとキャミソール系というかトップスになっちゃうんですけども、こちらこの黒を私持っているんですけど、 GU のものですね。まあこれも同じくシャツを羽織るときにすごい使えるし、もうシンプルにこれ1枚着てデニムとかスラックスっていうような格好が結構好きなんですね。で、今年の夏もそういう格好したいなと思ってて、去年持ってたものがあるんですけど、ただそれがね、韓国で購入したものなんですよ。すごいそれも気に入っててずっと使っていたものだったんですが、やっぱどうしてもこの肩紐の部分が長めなんですよ。だからこの胸がね、すごいこう気になっちゃってて、この GU のものはここがちょうどいい、そこがすごいまず気に入っている点なんですけども、こんな感じなんですけども、そう本当にここがちょうどいいので、黒を先に買ってて、そうすごい使えてたので、ベージュを買い足したっていう形でした。シンプルにこういう黒のデニムなんかにこう合わせて着たいなと思っているんですけど、下に半袖の T シャツを着たりとかする時にも使えるし、ノースリーブの着て重ね着して着るのもすごい可愛いかなと思っております。ちなみにベージュはね、こんな感じですね。この後ろのねクロスとかもすごい可愛いですよね。はい、では続いてが今もうちょっと着ているんですけども、ブラウスです。この上半期ね、ブラウスを購入することがすごく多かったです。そう、ただ一つにちょっと絞れなかった、どれも良かったので、もうちょっとブラウスっていう括りで入れました。で、今着ているのがローリーズファームのものですね。デザインがわかるかな、よーく見たらこうピピピって線が入ってるような感じのデザインなんですけども、色はまあ、ちょっと商品名とか商品で書かれてるカラーとは違うと思うんですけど、ミントグリーンみたいな感じの色をしてます。淡めな感じです。これはね、襟がないタイプです。あのシースルーだからこれからでも使えるのかなと思ってますね。で、これもすごいやっぱ買ってよかったなと思ってる GU のもので、多分もう今はねこれはないと思うんですけど、この色にしてよかった。あんま見なくないですか。結構ね、こうかっこいい感じのお洋服が、そう今年に入ってからすごい好きになってきているので、物足りないなと思った時とかにすごいこれが使えました。で、これね、これはユニクロのもので、最初に紹介した2つは結構テロッとした感じの柔らかい素材のシャツなんですけど、結構しっかりめの感じ、まあシワとかに結構なりやすいというか目立ちやすいようなものなんですけど、これもすごい使えた。これちょっとオーバーサイズなので、ダボーっとこうメンズライクな感じで着るのが、はい、気に入っています。これもね気に入ってました。すごくオーバーサイズのもので、手とかもダボっとした感じかな。ストライプのシャツとはね、そう結構持ってる中でもあんまりなくって、これにキャップとかかぶるとすごい可愛かったし、最初に紹介したこういうビューティフルピープルのバッグとかにも相性がかなり良かったですかね。これはまあ他にもねちょっと写真載せておくんですけど、こんな感じで、いろいろとブラウスは本当に上半期集めてましたし、まあ、実際に買って本当に使えたアイテムばかりでした。では続いてこのね GU のストレートの、パンツです。めっちゃ気に入ってました。スラックスがすごい大好きなので結構買うことが多いんですけど、形はすごいね選ぶんですね。足が綺麗に見えるものとか、スタイルが、よく見えるものっていうのは履いて試してきているんですけど、 GU はね今まであんまりなかったんですよ、私の中で。あ、これっていうものに出会うことがそうなくって、でもそう今回初めて、わこれめっちゃいいじゃんって思うものに出会いました。色もねブルーにしてよかったなって思いますね。淡いブルーとか、水色のスラックスとかは、いろんなお店とかで見るんですけど、このちょっとなんだろう、深みのあるブルーというか、っていうのはそんなに見かけるイメージがなかったです。後ろがこうゴムになってるのもまたすごいいいんですよ。楽ちんに履けるし、そうお家にいる時なんかにも着れるし、お外に着る時にも着れるしって、もう本当に万能です。
この GU のキャミソール、このスラックスを合わせて、でスニーカー履いてキャップをかぶるみたいな、ね、ちょっとスポーティーだけど女性らしさが出るようなファッションとかもちょっとこの夏すごい可愛いんじゃないかなと思っております。では続いてサロペットでございます。U by Speak スパンのとこで購入したんですけど、そう今年はねサロペットに挑戦したいというふうにずっと言ってまして、はい、やっと買いましたね。今年買ってから本当にたくさん来ております。買う前は着てみたいけどどうだろう、挑戦しにくいアイテムなのかなと思っていたんですけど、全然そんなことが、なかったんですよね。なんかむしろ逆にたくさん来ているっていうぐらい、そう、ヒットしましたね私の中で。まあここのブランドのサロペットが結構形が綺麗で、そうスタイルがよく見えるっていうのもあって、たくさん、着ているっていうのもあるかもしれないんですけど、決してこうあんまり安いお値段ではなかったんですけど、意外とこれは周りからの反響もよくって、よかったです、まあ、もしなんかサロペット探している方いたら、すごいここのものはおすすめしたいです。スタイルがよく見えると思う。続いてはこちら、またまたスラックスなんですけども、ゆるマンションで購入したスラックスです。これねすごい好きで2色持っているんですけど、まあもともと白は去年から持っていました。で、ずっと1年間履いて、やっぱりいいなって思ったので、ちょっと今年ね買い足していって、で、まあ、実際に黒も白も、ずっと上半期の間着たりしていたんですけど、あやっぱこれ2つ買うほどいいんだって改めて思ったので、ちょっと入れました。これもねその GU って紹介したのと一緒で、後ろがこういうゴムになっています。なのですごい楽ちんで履けるっていうのと、形がね絶妙なんですよ。ダボっとしすぎずでも細すぎずっていうのが、すごく足が綺麗に見えるかなっていう感じで思っております。結構高見えするものかなと思います。マンションのパンツは本当に私は大好きすぎるのでおすすめしたいですね。はい、では続いてこれね割と最近購入したものなんですけど、ユニクロの、ジャケットです。あの UV になってるからジャケットなんだけど、これからでも使えるかなと思います。今ねたまたまこんな感じのコーデにしてるんですけど、本当にこういうオールホワイトの格好をした時とかに、着たりしております。肩からさらっと羽織ったりしてね、ちゃんと着るとこんな感じ。形すごい綺麗ですよね。高見えする。これもほんと生地も結構しっかりしてて、今スラックスだけどデニムにももちろん相性いいし、黒のボトムスにもいいし、ロングスカートに履いても可愛いし、何にでも相性がいい。で、なんだろう、セットアップ風に着ることもできるからそれもいいですよね。まあでもやっぱ私はなんかこういう風に肩にさらっと羽織ったりするのが、好きなので、こういう着方が普段は多かったりするかな。はい、ではラスト2つですね。ランデブーのバッグです。これ私が持ってるのが新しく出た形のものなんですけど、形がまずめちゃくちゃ可愛いんです。で、しかもまずいいところが、今ねこういう台形の形をしているんですけど、これをこういう風に広げるとこういう形にもできるんですよ。これだったら A4 サイズとかも入るし、もっとたくさん荷物も入る。ショルダーもついてて、でここもね調節ができるから、こう肩にかけるぐらいの長さにもできるし、まあ、斜め掛けするぐらいの長さにも変えれるっていうね、もう本当にいろいろ使い勝手がいいバッグです。一番最初にね小さめのバッグ紹介した時に、まあ、正直あんま大きいバッグはいらなかったっていう風に言ったんですけど、逆にちょっと最近こうお外に出たりとかお仕事で荷物をたくさん持っていかなきゃいけなくなった時に、小さめのバッグをずっと使ってたからないみたいな感じになっちゃったんですよ。まあカメラ持ったりとかね、いろいろすることもやっぱ多いので、なった時に大きいバッグの中だとこれがいっぱいたくさん使えたかなって感じでした。まあ今着ているような感じの服装にも合うし、あとは黒のワンピースを着てお出かけした時とかにもすごい良かった。学生さん、大学生の方とかにもね広げていっぱいいろいろノートとかも入るかなと思うので、予約っていう注文だったりとか
になっちゃうので今すぐには購入難しいかもしれないんですけど、これもおすすめしたいなと思いました。はい、では続いてこちらですね。アマイルの靴はこれも持ってるし、これソックスタイプなんですけど、レザーの黒も持ってる。あとは、サンダルも持っていて、かなり大好きな靴なんですよ。本当に年中ずっと履いてるっていう感じなんですけど、まずこの厚底なのがすごくいいのと、足が全く疲れない。テーマパークに行ったりとか旅行に行ったりとかしてる時も履くことが多くて、で旅先とかにも、まあ、大体2足持って行ったりするんですけど、アマイルの、靴と、まあ、何かっていう感じで行ったりすることが多いくらい、すごく使えます。でまあ今年だとこれを買い足したのでちょっとこれを入れたんですけど、アマイルのこのシリーズは本当にいいっていう感じです。まあ、サンダルだったら夏、まあ、どんなお洋服にも もちろん合うんですけど、こういうソックスタイプでも、ここがね、長さがあるから、スカートを履いたりだとか、丈が短めのボトムスを履きがちって思うかもしれないんですけど、別に丈長めの、フレアのパンツとかにこういうのとかを合わせてするのもすごい可愛い。まあ、ぜひぜひ、まあ、アマイルの靴は本当に使えるので、見てみてください。というわけで以上、10点選んでみました。他にもね全然買ってよかったものは正直あるんですけども、うん、そうですね、まあいろいろ選んでみて本当に誤差でこの10点っていう形です。まあ今回はね、最初にも言った通りコーディネートをご紹介するっていう感じではなくって、まあ、アイテムを紹介するっていう形だったので、あんまりこう着用したシーンは、はい、お見せできなかったので、今後、いろいろとまたご紹介できたらいいかなと思いますし、もう実際に着用してコーディネートも全部着ている動画もアップさせていただいている、インスタグラムやウェアにも写真をアップしたりしていますので、詳しくはまたそちらとかも見ていただけるといいかなと思います。はい、まあというわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。